例えば味噌汁一杯の昆布だしを用意したとしましょう。そこに入っている要素の量はなんとマイクログラムです。一番要素が多い、とにかくこの海藻は要素多いぞっていうのは。こんにちは、お元気ですか、丸尾です。今日の体喜ぶは海藻の過剰摂取による健康リスクを解説していきたいと思います。先日アップしましたメカブの動画のコメントでですね、毎日メカブを食べると甲状腺の病気になるのに気をつけましょうっていうのねコメントをいただいていたんですよね。でその後も丸尾さん、ぜひ甲状腺とこの海藻の摂取についてですね解説してくださいというリクエストたくさんいただきましたので、今回はですねそのリクエストにお答えする形で動画撮っていきたいと思っています。さあでは早速見ていきたいと思いますが、まずは要素と甲状腺の関係について見ていきたいと思います。要素という栄養素がありまして、これがですね海藻に多く含まれているんですね。でこれによってその海藻を摂りすぎることで甲状腺に影響があるかってことが言われているんですが、まずそもそもですね要素というのは人間にとって必要な栄養素です。で要素は甲状腺ホルモンの材料になってるんですね。で不足しますと甲状腺の機能低下ですとか甲状腺がんになるということなんです。で日本ではですねこの要素はほとんど不足することがないんですけど、世界を見渡すと非常に不足しやすい栄養素だってことがまずあるんですね。ビタミン A、 そして鉄分、これと合わせて要素、この3つがですね世界三大栄養素欠乏症と呼ばれているぐらいですね、本当に世界中で不足しやすい栄養素が、これが要素なんですね。まあ、ある本にはですね、ある国を滅ぼすには要素を取り上げれば良いというふうにね言われているぐらい、人間の生存にとってね必要な栄養素ということが言えます。でそんな中日本人はですね世界でも稀っていうか多分唯一だと思うんですが、この要素不足になる可能性が限りなくゼロに近いという非常に珍しい地域なんですよ。でそれがどうしてかというと海藻を食べるからなんです。この海藻の中にたくさん要素が入っていて、それによってですね要素不足が起きづらいっていうことなんですね。でじゃあこれで全く問題がないかっていうと、逆にですね日本人の場合は過剰のリスク、これをね考えないといけないんですね。というのも要素は不足してもいけないんだけども、取りすぎも良くないんですよ。過剰摂取をずっと続けてしまうと、それもね甲状腺の機能低下だとか、あとひどい場合は甲状腺がんにね繋がってしまうということなので、日本人の場合は不足よりも過剰に気をつけないといけない、これが一つ目のポイントになってきます。さあでは次にですね日本人と要素の摂取について見ていきたいと思うんですが、まずね1日の基準量、どれぐらいまでだったら取っても安全なんですかって言いますと、これは国の方で厚生労働省が決めていまして、1日あたりの量としては要素3000マイクログラムというのが基準になってきます。1日あたり3000マイクログラムですね。でこの数字がですねどれぐらいのものなのかっていうのをお伝えしていきたいんですが、昆布だしありますよね、あなたも味噌汁とかね飲むときに使う昆布だし、例えば味噌汁一杯の昆布だしを用意したとしましょう。となるとそこに入っている要素の量はなんと22000マイクログラムです。はい、もう味噌汁一杯飲むだけでアウツなんですよ。1日の上限超えちゃってますってことなんですね。でこれがねどういうことなのかってことなんですけど、もう実に不思議なことが起きています。これ厚生労働省のホームページにも載っているんですが、日本人の場合っていうのはちょっと海外とは状況が違うと、もうおそらく長年にわたって要素を取り続けているので、なんかよくわかんないけどもその要素があんまり影響が出ない感じになってますよねっていうようなことが、今すごいざっくり要約しましたけれども厚労省のホームページにも書かれています。でこれがさらに面白いんですが、海外ではどんな感じかっていうとね、例えば中国とかアフリカの研究によりますと、要素の摂取量が1日1400マイクログラムから1500マイクログラムを超えると甲状腺腫を起こす危険性があるということがね示されているんですよね。その要素の摂取量が1日1400マイクログラムって言われたって、味噌汁一杯飲むだけで22000ですから、もう余裕でぶち超えちゃってるんですよね。だからこの基準で考えたらもう日本人みんなやばいよっていう話なんですけど、そうはなってないよねっていうね、そんなに周りみんなね甲状腺がんになってるわけじゃないということで、全部は解明されてないんだけども、どうやら日本人の場合はなんかよくわかんないけど結構
構な量の要素を取っても大丈夫なようになってますよねっていうのが、まあ今分かっていることなんですよね。まあ、そのね、仕組みが完全に解明されているわけじゃないらしいですが、まあ一つね、分かっていることとしては、味噌なんですよね。これがね、非常にうまくできていまして、味噌といえば大豆。ね、で、大豆を発酵させていますので、イソフラボンという成分がね、非常に多いんですよね、味噌には。で、このイソフラボンがまさに味噌でして、イソフラボンはですね、要素とくっつくんですね。不可逆的に結合します。で、これによってですね、実は体内に入ってきた後に、要素の吸収だとか利用が妨げられるっていうことが分かっているんですよ。だから、出汁をそのまま飲んじゃうと、結構要素入ってきちゃうんだけど、味噌汁にすることでかなりね、その吸収が抑えられているんじゃないかってことが一つあるみたいですね。まあ、他にもいろんな多分こう仕組みが働いてこう要素から守られているかと思うんですけども、まあ、海外の食習慣、食文化と日本の食習慣、文化はかなり違うので、まあ、それがこう、まあ、人体のその適応能力の高さですよねっていうことが、まあ説明としてはあるのかなというところです。さあ、ではですね、そういうなんかよくわからない力が働いているから日本人は別に海藻をねいくら取っても問題ないのかっていうと、まあ、それはちょっとねやっぱ気をつけた方がいいんですね。というのもやはり要素をたくさん、しかも長期にわたって継続的に取り続けることによってですね、甲状腺機能の低下だとか甲状腺腫ってものが発生している場合が報告されています。例えば昆布だしからの要素 28mg パーデイですね、1日あたり、まあ、なので 28,000mcg ですかね、それを1年間摂取した事例ですとか、あと昆布チップ1袋を約1ヶ月食べ続けた事例、こういった場合において甲状腺機能の低下ですとか甲状腺腫ってものが認められているんですね。ですので、まあ、やはりね、取りすぎには注意しないといけないとこですね。で、ただね、一口に海藻といってもいろんな種類がありますよね。で、これがねかなり違うんですよ。その海藻の種類によって含まれている要素の量がもう全然違うんですね。で、ズバリ一番要素が多い、とにかくこの海藻は要素多いぞっていうのは昆布なんですよ。昆布はね、ダントツに要素多いんですね。なので先ほどの事例も昆布だしを飲み続けたとか、あるいは昆布チップスを食べ続けたっていう事例ですよね。で、まあこのね、昆布だしを飲み続けたっていう場合はもしかしたら味噌汁ではなくてだしのまんま飲み続けたので、そのイソフラボンのね、さっきご紹介した要素の吸収を抑えるっていう恩恵が得られなかったのかもしれませんけども、まあそういったところもありますので、まずそのまんま昆布を食べる、昆布チップスとかね、それをあまりこう食べ続けるっていうのは気をつけた方がいいかなと。もちろんたまに食べる分にはね全然問題ないかと思うんですがっていうところと、あとまあ出汁でもね、あんまりこう昆布出汁を濃く取ったりだとかはしすぎない方がいいのかなってとこですね。まあ2番出汁をね活用するっていうのもいいと思います。昆布から出汁に移行する要素のパーセントっていうのは70%から80%なんですね。だから1回昆布出汁を引いてしまえば、2番出汁で使う昆布の中には20%から30%しか要素残っていませんので、まあ経済的ですしね、2番出汁を活用するっていうのもすごくいいかなと思います。あとね、他の海藻で言うとひじきも結構多いんですよ、要素ですね。で、まあひじきの煮物1人分でだいたい2250mcg 要素ということなので、結構1日の上限量いっちゃいそうかなっていうぐらいですよね。だからまあひじきもまあ健康にいいので、もちろん食べてもらっていいんですけど、あまりこうね食べ続けるみたいなことは気をつけた方がいいのかなってとこですね。で、前回の動画でご紹介したメカブなんですが、これに関してはですね、1パック食べてもたった156mcg なんですね。まあ、なのでこれは別に毎日食べても、まあ極端な話をすれば毎食食べてもね、1日3食食べても要素の量的には問題ないのかなと思います。まあ、ただもちろんですね、今すでに甲状腺機能がね低下しているだとかっていう方は、医師の指示に従うようにしましょう。それではここで少し告知をご覧ください。管理栄養士マロの公式 LINE マガジン配信中です。 YouTube では伝えていない体喜ぶにつながる役立つ情報を無料で配信しています。登録するともらえる合計10個の特典もご用意しておりますので、登録までお済みでない方は概要欄から友達追加してみてください。はい、ということで今回の動画まとめていきたいんですが、まず要素の過剰摂取は確かに甲状腺に影響することがあるというところが1点です。ただし日本人の場合はね、その影響の仕方がかなり独特特殊だということですね。ただしまあ一部の要素の多い海藻、昆布とひじきですね、この辺特に多いですので、食べ過ぎには注意するようにしましょう。
それでは最後にコメント紹介のコーナー参りましょう。以前アップしました1日1食を玄米に変えるだけでも健康効果がありますよという動画ですね。たくさんコメントをいただいております。まずは一番いいねを集めたコメント、こちらです。一晩浸水した無農薬玄米を発芽させて、小豆と一緒に炊いた酵素玄米を1日1食食べています。娘が白米好きなもので、マロさんから教えていただいた精米機で胚芽米にしたものを土鍋で炊いたりもしています。満足感が増しますね。はい、いただきました、ありがとうございます。やっぱね、子供さん白米好きって可愛いですね。僕も子供の頃は白米しか食べてませんでしたからね。でも胚芽米にしていただいているということで、胚芽米ね、ほんと食べやすい、もう白米とほとんどね変わらないような形で食べられますし、でも胚芽に入ってるね栄養素しっかり摂取できますので、すごくいいんじゃないかなと思いました。では僕が一番気になったコメント、こちらです。以前教えてもらったブズキ米が手に入らなかったので、玄米を白米に半分程度混ぜて食べています。玄米のおかげでよく噛んで味わって食べるようになり、食べる量も減りましたし、5キロ痩せました。おめでとうございます。5キロはすごいですね。ね、なんか一時期こうご飯食べないダイエットとか流行ってましたけども、逆にご飯をしっかり食べて5キロ痩せたってね、これはほんと素晴らしい。もう周りの人たちにもね、ぜひ伝えていってほしいなと思いました。ということで今回の動画以上でございます。いつもご視聴ありがとうございます。少しでも動画参考になったよという方は、いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら、ごきげんよう。